芸術はバスターだと思うこの手だよ。その霊装で大丈夫かと思うその手です。今日もドレイクの良さを広めていけたらなと思います。まあ、ステージの広さによる足回りの逆境とアサシンの採用率からなかなか難しいけどな。というか、お前が火力に特化させてるのが一番あれだと思うけどな。だって、一度クリティカルの味を知ったら他の霊装つけて火力が足りねえ、ってなりますもん。まあ、他の戦い方も考えてみてもいいんじゃないか。そうですね、スカサハを変えてアーツパにするとか、2番手ドレイクでカレスコも足すとかありますもんね。今後、やってみるか。さて、対面見ると聖杯捧げたキャスターがいますね。自分が見ますか。多分、聖杯ゲオルギウスはブーチカが見てくれて、孔明が見識見てくれると嬉しいな。孔明はゲオルギウスに相性不利ですもんね。というか相手アマデウス明らかに星1のステータスじゃないな。第3スキルでスター大量獲得であのステータスでクリティカルは痛そうです。あと聖杯ゲオルギウスの HP が高すぎる。ドレイクのステータスの方が劣って見えるな。逆に、スパルタクスが実装されたら可能性は残っているってことですね。実装時期逃してる気がするがな。命乞いを考えておくんだね。さて、回転です。さて、お味方が必中孔明なのでバフ巻いて突撃ですかね。バフの嵐だな。防御バフいっぱい巻いてくれたから怖くないぜ。早速、キャスター狙いか。無敵貫通ついてるので伸ばしません。初手だから腰ないし、クリティカルはないな。何はともあれ意識落としました。数的有利を作っていきましょう。後ろに孔明いるのでここはおとなしくしておきましょう。まあ、回避踏んだら話は別ですけど。ゲオルギウス落としとかないとアスカロン決められるぞ。ほんとそれですよ、何回アスカロン食らったことか。ドレイクの攻撃はモーションが長いから、その隙に狙われたりするからな。そろそろ、敵3機目が到着する頃ですね。相手挟んだから、軽な攻撃して、孔明に代わってもらいたいな。さあ、クリティカルのお時間です。最後は、外したな。というか無料回避持ちだったか。これはちょっと厳しいかも。回避がバリ食らったらアウトだもんな。あ、やばいからできた。これはフルコンコース。入りつくじゃないか。なんとか、HP は残ってるな。守ってみせる。チャリオットオブブティガ。あ。これこそがアスカロンの真実。暗示は竜、罪ありき。アスカロン。これは逃げるしかない。と言っても、ドレイクの足じゃ無理なんですけどね。逃げれないのこのステージじゃきついよな。さて、どうしようか。相手はむやみに突っ込んだりしないな。まあ、ブーティカ落とせば数的有利作れるのでリスクを課してまで攻めなくていいという判断でしょう。戦況は互角。ここは空振りしたので攻撃。お前も空振ってるじゃねえか。しかし、これで回避すべて剥がせて、攻撃も避けれました。ホールアピールして敵にプレッシャー与えますか。焦ってから振ってくれたな。そして、回避針をしっかり決めて打ち取ります。なんとか、勝てたな。NP 溜まってたので主導権握れましたね。さて、フリーなのでホーグ狙っていきたい。ゲオルギウスの方は壁が邪魔で狙えないな。じゃあ、こっちか。え？これこそがアスカロンの真実。暗示は竜、罪ありき。アスカロン！あ、これ無理です、逃げれません。マガンか。マガン飛んでくると予想してましたが、攻撃決まると想定して動いてたので、聖杯が相手に渡ってしまったと。まだ、聖杯気にしてないので大丈夫なはず。あとは任せろ。ああ。うおーおーおー、急げ、急げ。これ、間に合うかで勝敗が左右されるな。まだ、味方 HP に余裕あるのでメデューサをやる準備するか。と思ったら、まさかの多集中。一応、間に合いましたね。あとは、しっかりメデューサ見ることだな。全体的には優勢ですもんね。無敵貫通で逃さんで。お、味方が破産を撃破か。メデューサが NP 溜まってる可能性があるので二段できません。そうしたら、一発アウトだもんね。数的に入りできっちり勝っていく。あとは、アスカロン警戒です。そろそろ NP 溜まってる頃だもんな。絶対に打たせちゃダメだ。
うわあ、これは少しでも隙見せたらやばいな。こっちですよ。敵もブレイズ性にあるとは思わなかっただろうな。そして鬼方がホールを決めてくれる。直視。死が俺の前に立つんじゃない。さあ行け。勝利は目前。狙うは孤立した敵。返しつけて安全対策。敵が殺到したな。ジャンヌのスタンと剣式の無敵貫通は注意だな。全員アルテラ狙いなので一人横槍入れときますか。タゲカジョリ。ジャンヌに解けばよかったな。ここ聖杯取られると危ないから味方救出を捕まった。アマデウスを抑えればアルテラもなんとか助かるだろうと思ったらジャンヌの横槍。これは想定外。ちょっとこれピンチなんじゃ。何か思ったよりゲージ伸びてないから救出行かない方が良かった気が。ここでフィニッシュ。対戦ありがとうございました。聖杯キルされてたら完全に負けてたな。救出するか逃げるか味方との意思が噛み合ってなかった感じですね。さて次の試合です。味方スカサハにはアルジュナを見てもらいたいので相性不利のジークフリートを見たいですね。状況次第では BB に変えた方がいいかもな。相変わらず MP すぐ貯めれて宝具の範囲エグいし、クリティカル強い。マジで警戒要素しかないもんな。なんで、こんなマシマシにしたんですかね。その性能少しでもドレイクに分けてほしいものです。特に、足回り欲しいな。まあ、対面は悪くないので BB に宝具打たせなければ大丈夫ですかね。命乞いを考えておくんだね。さて試合開始です。とりあえず、スキルを巻いておく。ここで、第3スキルの使い方について考えてました。効果は無敵貫通、最大 MP25 チャージ、スター獲得だな。この無敵貫通をうまく使えるタイミングは何なのか2つ考えてみました。1つは、誰かが攻撃を食った後スキルを使って横槍を入れる。横槍入れるにもフリーになってないと逆にピンチになるから状況次第だな。2つ目は、今やって目が目の前でスキル使い、攻撃を誘発させ、回避してフルコン入れる方法です。この時、回避バンされないように抜けられるかがポイントだな。HP1 万9000ぐらいあったジークもクリティカルの目の前ではこの通り。さっきの話の続きですが、逆に回避しなくても、壁際なら確定反撃できるので、壁際でスキル使うのもありですね。手段3つになってないか。まあ、細かいことは気にしない。さて、試合の方ですが今のところ認定のようです。ミトクリスを孔明に任せたいな。タゲ集中使ってきそうで怖いですね。ちょっと前に出てタゲ集中空振りさせますか。雷光さん待ち勢勘弁。クイックの巻き込み性能強いもんな。想定外の横槍にミトクリスに捕捉されてしまう。弾も攻撃するもミトクリスがまたタゲ集中。この横槍は強い。結局ミトクリスを見るために。タコスキのタゲ集中は予想してなかったな。確認しとくべきでしたね。あとは任せろ。結構、差が縮まってきてるな。孔明を救出するべきか悩みどころ。とりあえず、状況をしておきたら逃げれる準備しておくことだな。とりあえず、接近しますか。合格となる。とりあえず、孔明に攻撃集中してるので一人削っておきますか。味方が到着したから戦えそうだな。弾も落として枚数有利作りますか。甘い。さて、削っていきます。危ない、無料回避あって助かった。ミトクリスが使ってたから誰か抑えてくれないとやばいな。お。これぞ大軍師の究極陣地。帰らずの地。破ってみせるがいい。誰も負担かかりませんでしたが MP 削って一安心です。誰も傷つけぬ、傷つけられぬ世界でありますように。
フェインブレイク。透明の HP も回復して2000になったな。玉ももあと少しで落とせる。で、またタブ集中かよ。これがサポケじゃなかったら地獄でしたね。あ、やべえ、タブかぶしてしまった。これは仕方ないね。不敬に罰に、悪逆に死。神々を軽んじる者、ファラオを愚弄する者、お前たちの罪はここで注がれる。沈め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 、スネフェル・イオテルナイル、ソーラ・ザ・バーン。ミトクリスの火力が低いので聖杯かられなくて助かりました。そして巻き添えを食らう。おっと、ここは横やりたいし、無料回避もこれで下がれる。バッターがかすっていく。あ、アブメイのディアンリーがカットしてくれています。お味方さん、ありがとうございます。おかげで聖杯取れました。またしてもチャンス到来。無敵貫通からは逃れられません。あと少しで勝利だな。さて、指揮を追っていきたい。キャスターによって捕捉されていく。あとは削るだけ。ここでチャンス。4機目撃破です。そうか、メディアリリーの回復が回ってるな。どうか誰も傷つけぬ、傷つけられぬ世界でありますように。フェインブレイク。あと1機で勝ちですね。もう一踏ん張り、頑張りましょう。MP 溜まったな。ここで攻撃。これぞ大軍師の究極陣地。帰らずの地。破ってみせる。相変わらず、破産の空気強い。ここ、破産に近づくの嫌ってか横からホール狙いますが、やっぱり竹の方が正解でしたね。どうしても、池で横に出ようとしてしまうね。さて、あとは破産を味方が落とすのを待つのみ。どっちみち破産味方が落としてくれるので、ここは気楽にホールアピール。対戦、ありがとうございました。聖杯はやはり勝利の鍵ということですね。一気に引き離せるか逆転されるかの一つの分岐点だもんな。さて、今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。定期的にドレイク動画をお届けする予定なので、チャンネル登録してくれると新作動画が発見しやすくなるぜ。よければチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした、マスター。お忘れ物にご注意ください。